ヨスケのパチンコパチスロモノマネ。ホッパーエラーになるとき、テューンタッタッタガン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 、テューンタッタッタガン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 、カッカッカッ、デロリラ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 。おはようございます、ワゲームのヨスケでございます。本日はですね、神奈川県座間市にありますじいさん座間店にお邪魔しておりますけれどもですね、抽選負けした198番ね、特売日かということでですね、本日まあ玉スタートになりました。スロットの稼働すごいね。うん、なんでまあしょうがない、玉に行こうというふうに思ったんですけれども、まあ戦えそうだなと思ったのがガロとゲンさんとユニコーンかな、が戦えるんじゃないかと思って、ちょっとユニコーン全開やっちゃってるし、一番玉飲まれたっていう利害過去もありまして、もうガロしかない、ガロだったらやってくれるでしょうということで、勝ちたいんだよね、U タイムは一応あるからね。しかも姑息にね、前日の U タイムちょっとでもハマってるタイムだったしね果たしてそれが吉と出るか凶と出るか分かりませんけれども、本日はガロ月光の旅人にて、あなたの近くにいきなりヨスケ。ガロです、おはようございます。さあ本日ガロの結婚の旅人でございます。なぜならば今年の収支がゲロだからだ。しかも今日カメラマン久しぶりにダー様ですけど、ダー様とガロといえばもう相性いいですから。なんせ導入初日にね3万玉出たのカメラマンダー様ですから。まあ俺ね今年ダメかもと、ちょっと暗黒期入ったかも引きのと思ってる。こんな弾けないっけみたいなのになってて、今弾ける気がしない時にどうやったら弾けるのかって、もうパチンコ打ちにとって永遠のテーマだけどさ、でも何かができるわけじゃないから打つしかねえんだよな。結局のところメンタルスポーツですから、いくら負けてようと期待値が合えば追うっていうことをしないといけないんだけど、負けてる時ってもうなんかやけくそなことをしがちだからさ、負債もどんどん増えますよね、悪循環だよ。だからこの間スロットで6万負けた後にパイレーツオブダイナマイトキングとうまい棒と天竜でさらに負けるっていう、そらルーツ内考えるよお前って言われるような立ち回りをやりまして、おなんかこういっぱい負けてる時って何も当たんないからせめて数字3つ揃うところだけ見せてよと思って慌て渋滞するけど、でもそれは戦いからは逃げ出してんじゃん一瞬。だから俺はこの間スロットで6万負けた後に無謀とはいえ天竜とかに行ったのはね、まだ闘志をね失ってはなかったのだよと言いたいが、さすがに10時半の時点で何も当たってなかったんで、 TOKIO すいません TOKIO に言う、 TOKIO でなんかスポーンって V に入って、その1球が10ラウンドだった瞬間に生きててよかったってなりました。ああガロケも刺してねえな最近、自慢のガローゲンも忍びちまった。昔はザンパゲンだったんだ、ずっと鞘から出てこないよ、ずっと鞘から出てこないと魔法使いになれるらしいよ30過ぎてもとか言うもんだ。おーおお、なんかあれとあれで2個読んでるな、保留内で2個先読みってちょっと珍しい気がするんだけどね。ここだ、さっきから全部これスタート。黒白だな、はい、魔獣。さあガロ SP には行くのかな、赤おお赤おお、見ました皆さん、びっくりしましたね。僕の予想ではこのリーチ当たると思います。まだわかんない、カラフルからだった可能性ある
まさかあんなところであんなものが拝めるとは。で俺赤濃いと思ってたらなんか赤とか緑とか青とか見えたんだよな。おーないよ。結構ねプレミアム搭載はしてるけど、マカちゃんまで隠るやつってほんとわずかしかないんで、よしこれはねいいだろうかも。おお、ボタンも剣もなく、おお綺麗に決まった、ありがとうございます。投資8500円、初当たり八つ柄でございます。ただここからなんですよ。あ頼むよ、これ偉い方じゃないっけ。なんか久しぶりに言ったから分かんなくなっちゃってる。止まれー、あ今年最初の、あもうね、だいたい翼生えてたら偉い方じゃないっけって思っちゃう。違うよ、あれデフォだよな。まだ分かんねえからよ。うわー、6連単になるんだこいつ。やっぱここ厳しいよね。ということで残念ながらスイッチオフ。まあ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 早かったしね、うん、いいもん見れたと思うよ。8500円で160回転ぐらいだったでしょ。悪くないよね。横の残馬券をちりめに第2号出陣します。マカちゃん取れたら誰でやろうな。でも最初はやっぱバトルかな。はい来た、キバオが1球目パッて入れた瞬間にもキバオがバーン来て、やっちゃったーって、頼む1回やり直しさせてって。引くべきは319じゃなくて640。戦いに挑みます。まあ640分の1引かないといけないと思ったら結構気狂ってますけどね。お、出た、たまーに当たるやつ。赤になったね。しかも一瞬レインボー見えるで。レインボー赤いよ。お、あるかもよ。めったにないけど、とりあえず天杯はね。あなんだ、嘘、おお、おオーマイガーッド、オーマイガーッド。こんなにあっさり決まるんや。やっぱガロだよ、キュインキュイン言っちゃったんだから。あんた11.5 歩、あららら、気持ちいい。まさか、ああこれだよこれ、なんだっけ、極め翼見た完全金色だっけ。長いんだよね、広角重心なんたらかんたらみたいな。世界で一番美しい七つ柄が止まりました。ありがとうございます。魔界チャンス、あ誰でやろう、誰でやろうとか言ってたら本当に来ちゃったよ。さっきのあのさ、一発入れたらさ、キバ来ちゃったっていうの伏線になってないといいね。まずはちょっとカロの調子を見たい。今年の虎年なんで狼関係ないけど、今年初魔界チャンスだ。あーもう決まっちゃったぞ。はい6、まあ、とりあえず1500は核なんでね、それだけでもありがたいですよ。この台はあーどうする、キババトル、キバに挑みに行くか、もう自ら。あっ
もう自分からもう伏線の回収に行きました。でも今はほら自分から行ってるから、真ん中選んで出てこられたらたまらんからな。なんかすげえ攻撃してくるんですけど、いや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 、救えますって。あの七つ柄の美しさ僕は忘れないよ。いやダメ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 、ラストじゃないのよ。いや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 、ヘルプミー、オーマイガーこんな言うた通りじゃらねえやんか。来るな来るな、いきなり待望って来たけど、今待望だったんですよ僕は。待望の7が止まったのに。俺あのゲート3個出てきて2個同じやつの方がちょっとチャンスって確かオンマンが言ってたはずなんだけど、うん、チャンスって言ってたけど、俺ここ最近全部2個のやつで落ちてんだよね。あの2個とすっげえ相性悪い。そりゃ今年まだスイッチオンマンに合ってねえな。電話するか、おいオンマンつって、今年もよろしくっつって3枚目嫌なんだよそれ。エヴァの音だけ聞こえてくるけど、時々緊急地震速報みたいな音でギョッとするな。クイクイっつって、あの音嫌なんだよな悪い流れを払拭するためにはどうすればいいか考えるかい。パチンコ祭りにおける悪い流れを払拭するためにはどうすればいいか考えるかい。ろ過装置を買う。ちょっとね、あの悪い運気をデトックスして1週間ぐらいしたら満を持して綺麗な体で挑むと。おお、1月は嫌なんですけど、でも1回やったことあるからだ俺お祓いこんなこと言って怒られるけど全く聞かなかったよ。すごい初期のワンゲームの企画で言ってさ、やったことあんのよ、引きが弱い人集めてみんなでお祓いに行くっていう企画を。で結果お祓い打たなかったやつがハーデスでコット引いたんだよ。お金聞かねえなっつって。サヤが飛んできたよ。サヤの幅より太い剣がでも飛んでいきませんかね。おーっと刺さった、マジか。さあどうなる。447回転か、待望。あーでも待望以上いくね、これ。さあ、サヤ系の方が熱い。白い。あー待望2回目。ここから黄金騎士とかになってくれ。何になる？魔獣かー、ちょっと弱いねー。だが一応カロケはストックしているのでね、刺さっちゃえばなんか6割ぐらいあったよな確かこれ。おお PFOG なしのルート、これ多いな。タイトル色次第かな。青いか弱いか、変われ。なあダメだ。何のチャンスアップもなかったけどね。なんかの間違い、やっぱダメだよな、足りなさすぎたな。
鞘が刺さりましたけどダメでした。やっぱ950って遠いね、もうこの時点で満発なんだよね。簡単に出るとはいえだよ、比較的簡単に出るとはいえやっぱ1万円ちょっとで入れるたばかりチャンス悔やまれる、悔やんでもどうしようもないけど、なんであの時に俺あのタイミングで球を打ったのか。さあ折り返しを過ぎました、470回転です残り。あ、なんかやっと近づいてきたかな。当てるんだったらバカチャントル、当てないんだったら当てない。お三バイブってこいつが揺れてんだよね、だからこうやっとくとね頭で振動がダイレクトにやってくる。おお、めっちゃくるブーンって、おお刺激的だぜ。何だったか、5枚目か、5枚目このぐらいの時間から左上見たくないんだよね。まあこの台は特保留出るから見てなくてもいいしね。いまだに分かんないのが特保留が本来出るはずの回転で出なかった時に残保留に当たりがいるのかっていう、怖いよね、出んのかな。まあ少なくともどんなに回ってもこの1万で行くことはないから、すごい変な気分になるんだよな、ね、全部狙ってる時この1万円さっさとなくなれって思うんだよ、思うよね、なくならないことには回らないからさ、不思議な感覚なんだよな。優待武器ないときはね早渡れないしかないけど、当たるなっていう変な感じになっちゃうんだよね。なあおい言うてたら刺さりましたよ、720回転あらららら、お、いやもう悩む。あの画廊剣は救いとなるのか、それとも絶望をもたらすのか、あるいは全くノーカウントなのか、今のところ当たる気しねえだ。ビクトリー、魔獣。当てるんだったら取るしかないですから。いやなんでさっき剣刺さったレベルなんだけど、ほらもう FOG すらないのに剣刺さんないでくれよ親父。今でしょ。いや当たるなら今じゃないのよ。ね、もう200回転耐えてほしいんですけど。剣が刺さる必要も発展する必要もなかったなこれ。いろんな意味で頼む。まだ復活があるっつって。復活が核じゃないからな。だったらやめてよってなっちゃう、いらんってなる。またなんかザンバケスターバイしてないっすかあれ。刺さるわなそら、まさかの732回転ザンバケン 77% だっけ。いや怖いなこれ。俺多分ザンバケン初めて見たわ自分の台で。まだ待望だね。はい、全部白いんだよね。ビクトリー、よしよしだっけな、ビクトリーってマカちゃんまで隠れないんだっけな。とりあえず当たりはもう濃厚になりました。どっちだっけな、ビクトリー右取れない、取れた気がするんだけど
うろ覚えだったらごめんなさいね。何もなく行くやつ。当たりました。8!40 ぐらいかな。733ゲーム。もうこの辺でふわっと止まってよ。止まれ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 止まって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 。おお。ありがとう。危ないところだった。だったら OK。 だったら OK です。さあ2回目の魔界チャンス、まくるには1万発以上が必要です。今さ、タイガで当たったよね。いっちゃいます。ちょっとポピーポピーさせていただきます。ファン、イン、いけ、オッケー。気持ちよす。よしよしよし、確定させること大事。さあ、とりあえずさっきみたいにヘマはしなかった。続きいきましょう。3、おお、また赤い。どっか行っちゃったよ、赤かったのに。でもなんか強そうじゃねえ、あんま見ないよあれ。さあどうよ。おい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 、しばれしばれ。よし、あ、上行こう上行こう上。大丈夫、超海外ゾーンだいぶ強いはずなんで。おお、危ない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 。よし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 、いい入り方した気がする。7、あー4、惜しいなー。あー3個あるで一応。いやー赤ねえぞ、大丈夫か。おし、赤いのいっ、おおおはぁ。よし、なんかもう数時間にわたるハマりが嘘のようにね、今俺の中で何かが打ち解けていく、そんな感じがします。やっぱガロやな、早かった。あーまた赤いやん。なん右ったら今おい。あー2個しかねえ。うわーまずい。いや、いや、信じよう。あー、11秒、1、7、6、4、3、2、ストップ、ストップ、オッケー。ふぃー、ふぃー、よしよし、助かる。蝶はいない。2、あー、まあでも、全然チャンスアップなくても本来行く台ですからね。あーもうレインボー、あー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 、助かるわ。あと2連でマンか、あと3連でマクリカじゃ。7、あー2、またボディ。おーまたもレインボー、どんどんフラグ取れる、ありがたい。おー、ありがてえ。安心安定の奇数図からね。辛い時、苦しい時、いつも僕を支えてくれたのはガロでしたーって、ここでリーでしたーって言うと郷ひろみになっちゃうんです。あー、ここか。オッケー。ちょうど1万玉って開花してくれた。いいね。ちょちょいない。2、さっきから2の時がすごい当たってる気がする。なんかさ、あの強い図柄あんだよね、キャラクターごとに空数でも。別に2という、あー3個、あー赤不在ですよ。あ、でも下1桁7あるね。
あれチャンスです。いきなり緑から始まったな。赤赤赤、おはよう。あ、まずい。ズーマー、おーおーおー、ただカウントダウンしてるだけだよ。なんでこんなドキドキするんだろうな、この台。おお、スムーズなメサメ。どうよ、おお、そっちか。オッケー、継続確定。気持ちいい、負けないって素晴らしい。7ビクトリーボーナース。ああ、 V がいっぱい。気持ちいい。違うと思うな、そこにそう書いてあるってことは。また、めっちゃこっち行くやん。オッケー。さあ、収支の方もここからプラスでございますね。全然、はい、1のちょ1個やこれ。継続どうこなんすね。1個しかないもんね。超、うん、いない。2個、おお、まずい。結構まずいこれ。頼む。青い、ああ緑はダメだ。あおー、ピンチでござる。諦めるぞ。頼む。やっぱそうか。まあでも十分出たけどね。結果表示出ちゃいましたね。月より輝く大串、ありがとうございます。はい、というわけで13連払い出しましです。はい、お疲れ様でございました。新年3回目の収録、やっと勝ち越せそうなので今日はこのぐらいにしといて運気を食べたいと思います。お疲れ様でした。さあ、じゃあ今日はね、僕はスロット打つことままならんかったけれども、1日差さ、いやー、もうでも だいぶパリッとしてるね。鬼武者が出とる。リゼロは多分こんなに回数ついてるのは上なんだろうな。 G1 フェアリーグランプリ、絶対衝撃、北斗、ツイン、正直よくわからん並びの、よくわからんバラエティーコーナーにすげー入ってるっぽいね。メインジマじゃなくて二台並びのところで入れてたりとか、あとキスでしっかり入ってるところとかあったりして、ちょっと面白い入れ方だね。ということでエンディングに行こう。お疲れ様でした。もうガロしかない、成功です。そしてガロは三世は僕を見せなかった。今年もね、三世アロンドリーについていこうと思いますけれども、収支の方が 43.5 本で、回収が 16,750 玉ということで、新年やっと解消となりました。ありがとうございます、ありがとうございます。これも一人ですね、ザンバ剣とビクトリーのおかげでございます。気持ちいいな、あの台。間違いないね、数時間ハマってたのかね。嘘かのように今僕は心が晴れやか、外はまで曇ってるけどね、救われました、おかげさまで。ありがとうございます。ということでですね、いつものお願いになりますけれども、チャンネル登録とかグッド評価とかツイッターのフォローお待ちしております。という形で本日は締めさせていただきます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。そしてありがとうガロー、本当に嬉しいです。バイバイ、またね。辛い時、苦しい時、いつも僕を支えてくれたのはガロでした。ここでリーでしたと言うと郷ひろみになっちゃう。